2020年から BC リーグに参入し4年目を迎える神奈川フューチャードリームス。監督2年目を迎える元ベイスターズ投手の河村武雄監督はチームについて、今年はすごく大学に出たばかりの選手とかそういう選手が多いので、結構フレッシュというかそういう顔ぶれにはなってて、チームの雰囲気もすごく明るいと思います。そんな新チームのキャプテンに抜擢されたのは平塚市出身2年目の柿崎壮真選手です。いや、まさかキャプテンになるとは思っていなかったので、自分は言葉とかそういうキャプテンシーがあるタイプではないので、行動だったり、泥臭くみんなを先頭でやって、その後ろにみんながついていくキャプテンになれればいいなと思います。ちょっと頼りない部分が大きいんですけれども、チームとともに彼が成長してくれれば優勝が目指せるんじゃないかと思って、その彼の成長を期待する、そういう意味を込めてキャプテンに指名をしています。2019年都市対抗野球で優勝した JFE 東日本に所属していた柿崎選手、独立リーグを選んだ理由は、社会人でやってた時に、なかなか試合も出れず、すごく苦しんでいたんですけど、野球をやるかやらないか考える時期もなって、やっぱりプロに行くことを諦めきれずに、最後は地元の神奈川のチームでやってプロを目指していきたいなと思ったので、チームに入りました。兄が桐蔭にいて、その試合を見に行ったりしてすごくかっこいいなと思って、影響されて入ったので、やっぱり憧れというか、自分の中では甲子園よりもハマスタで大観衆の中でやりたいっていう気持ちがあったので、一番目標というかそこで最後プロでやっていけたらいいなというふうに思います。そしてもう一人の注目は湘南学院高校出身のルーキー関野修斗投手です。球種とかそういうのではなく、気持ち面が出たピッチング、強気のピッチングが自分にはあると思います。ピンチの場面とかになると逆に燃えてしまうっていうか、結構人格が変わるってよく言われます。ちょっと細身なんですけれども、すごくキレのあるボールを投げる、で三振も結構取れるピッチャーなので、スピードプラス脱三振っていったところを期待しています。武器はキレのある140キロ後半のまっすぐ。そんな関野投手が意識していることは、防御率にこだわって、やっぱり防御率をいかに低くできるか、それによってチームの勝利が関わってくると思うので、そこを中心に自分は投げていきたいなと思ってます。学生時代ドラフトで指名されず悔し涙を流した関野投手、夢はもちろん、もう NPB に入ること一択です。やっぱり一番見てきた場所なので、小さい頃から横浜スタジアムでそのプレーしているベイスターズの選手とか見て憧れの場所であります。10人ぐらい神奈川出身の子がいるので、本当にそのより地域密着というか、地域のやっぱヒーローが出てきてくれたら、僕としても嬉しいかなと思ってます。でその選手を見に来ていただけたらもっと嬉しいなと思ってます。そして昨日平塚で行われたホーム開幕戦、フューチャードリームスは茨城アストロプラネッツと対戦しました。キャプテンの柿崎は7番セカンドで先発出場、4回にヒットを放ちます。この日活躍したのはルーキー清岡龍太郎、5回4奪三振1失点の好投を見せます。しかし相手投手を最後まで打ち崩せなかったフューチャードリームス、地元ファンに勝利を届けることができませんでした。個人の目標は打率4割目指して、やってプロに行くことと、チームとしてはリーグ優勝目指して、全員で一丸となってやっていきたいと思います。